つになりました。節分です。はい、はい、そうです。これ占い界にとって一番ね、面倒くさい日なの。2月の2日3日4日で運気が一応ガラッと変わることになってる、ね、そうですよね。あれの羊だと子羊の間みたいなことになってるんですか。うん、でも正確には個人個人違うので、うん、そんな明日から別人の運気変わるわけじゃないので、うん、グラデーションかかってる。その中でもちょっと1個階段みたいな、うん、大きな区切りですよみたいなのは節分、うん、ちなみにその大変な日っておっしゃってましたけど、はい、この節分のその前後の、うん、そのバーって運気が変わるときに気をつけた方がいいこととか過ごし方とかあるんですか。あー、2月のこの節分で全部が変わるわけじゃないから、それは自分の誕生日の方が大事。自分の誕生日で毎日自分の誕生日で大きく変わりやすい。あ、そうなの。自分の誕生日プラス半年後は変わりやすい。そうなんですか。あと3ヶ月ごとね、自分の誕生日の3ヶ月より式があるみたいな、自分の中で。なるほどなるほど。だから自分の誕生日基準に考えたらいいんですね。そうそうそう。だから1月1日でガラッとまず変わんない、ほとんど変わんない、うん、うっすら変わる。でもそれやったらあかんこととかあるんですか。やっちゃいけないことないけど、だから宝くじ買った方がいい、誕生日の前の日と。前の日がいいですか。前の日がいい、前日に買う。そうすると当たるか当たらないとかもあるけど、どういう運気かなって読めたりするんで。ああ、なるほどなるほど。それで当たれば、自分が当たれへんかったら、なんかちょっと悲しい。それ誕生日当日じゃなくて前の日なんですか。前の日、前の日。なるほどなるほど。そういうのやってみたりとか、やっちゃいけないことはないけど、まあでもその、それ人を殴ったりしちゃいけないからね。まあそうですけど、これやっちゃうと、これなんか、こんなもん食べるダメ、食べたらダメなやつ。毒毒毒でしょうよ、でしょうよ。よし、今日毒食べようってなれへん。はい、いきましょうね。はい、行きましょう。じゃあ、本日のテーマ行きましょう。今回のテーマはこれです。ハラスメントを受けました。もう初めてですね、これは初めてですね、ハラスメント。ハラスメント急激に聞くようになりましたね。今あれあるじゃん、あの、なんだっけ、結婚しようってハラスメント、なんだっけ、ケッパラ？違う、マリッジハラスメント、違う、あの、ゼクハラ。あ、何それ。ゼクシー。そう、ゼクシーのゼクハラ、ゼクハラって。あ、だからあれでしょ、あの、同棲してるカップルが、はい、その、女の子の方が、はい、そろそろ結婚考えてもいいんちゃうって、はい、そーっとゼクシー置いとくみたいな。正解、ゼクハラです、それゼクハラ。ゼクハラ、そんなん、ね、ゼクハラ、すごくない？昨日聞いた。どっちがハラスメント受けてるってこと。いや、だから男側が、女の子側に無言のプレッシャーを与える。結婚っていう話全然してないけど、けど女性は結婚したがってるっていうのを案に不幸い。ゼクシーの YouTube を見てたらゼクハラスって言える。へえー、すごくない。すごい。そう、要はコンビニでゼクシー買ってきて、そうそうそう、買ってきたよっていうのもゼクハラ。別にいいじゃんねえと思わない。なんでもそういうことでしょ、ハラスメント。そうですね。いや、いろんなハラスメント、ゼクハラすげえと思ったよ、うん、ゼクハラすごいですね、センスあります。でもゼクハラにかかってていいよね、いびきも。最初ゼクハラぐらいしか聞かんかったのに、なんかその後パワハラぐらいとか聞くのに、ボラハラ、ボラハラとか、あと ソロハラとも言うね。ソロでいる、なんで一人で彼氏、でもこれは彼氏作んないの、恋人にできないの、結婚しないの、これソロ払って。なるほど、ダメなんですね。っていうわけで、はい、このテーマに、またお便りを送っていただいてます。ありがとうございます。はい、まず一つ目、マサヨンピルさん、女性の方です。ちょっとおもろいな。ヨンピル、やっぱマサヨンピル。はじめまして、独身43歳女性です。私は母方の生家に後継ぎとして養女に入りましたが、子供を授かっていません。みんなの期待に応えられそうにありませんが、養父から精子バンクで作る方法もあるや、運よく高齢出産できたとしても変な子供が生まれても迷惑と言われました。へこみすぎて3日寝込んだ経験が、かっこ笑い、モラハラになるんでしょうかね。男女の妊娠や出産の考え方、受け取り方の違いの違い、違いですね、後を継ぐ立場からの違いなどもありますので、しょうがない自己発言と自分を眺めましたっていうことなんですけど、ちょっとね、僕これいまいちストーリー分かってないですけど、なんで。この方43歳独身の女性で、母方の生家に後継ぎとして養女に
それは結婚しない、おかしいですね。結婚しないから子供も授かりません。そりゃそうですよね。これ込みで言われてるね。結婚してないことと、子供も生まれてる。セットってことだね。はい。だから結婚もしないし、しないイコール当然子供もできる。この人のこのお母さんもバカだって話じゃないですか。多分あれでしょ、ちゃんとしたあの家で、後継ぎを、作るために入れたのに、お前結婚もせず子供も産まずみたいな。逆に今から作ったって、みたいなことしてるんですよ。で、まあ、結婚的にやった精子バンクで作る方もあるっていうことですね。ややこしいですね。まあ、多分この前会った人が旦那さんが50歳、奥さんが46歳で普通に子供できて、もう諦めてとっくに、たまたましたらたまたまできて、でたまたま来てって言う言い方ないんですけども、できて、これはなんか障害とかあっちゃいけない、いろいろ調べようみたいな、あったけど、もう授かったもんだからもう任せようみたいな。そしたら本当普通に健康の子生まれて、医者もびっくりして、大変ですよって、奥さんも健康体だったらしくて、まあ良かったですねっていう例もあるし、まあ大変な人もいる、もちろんいるんですけども、まあでも今医学は進んでますから、なんかいろいろと頑張ればね。まあ、でもなんかこれね、まあね、モラハラになるんでしょうかねって言ってますけど、本人もちょっと、まあでも笑ってますからね。っていう感じもあるんですもん。それもモラハラやったら、なんか勉強せ勉強せって親に言われるんやっていうのもモラハラみたいな。何でもそうやん。でこの方はけどその、まあ、使命を持って跡継ぎとして養女に入ったから、まあそうやね、そうプレッシャーね。でも子供が生まれて思ったのが、子供産んだ方がいいよっていうのは、子供作った方がいいよって、別にそのモラハラとかそういうことじゃなくて、子供できるって親にも感謝できるし、あ、育てるって大変だなと思って、いろんなこと考えられるからいいよって言ってるわけで、普段に子供がはいいいよ作んな作んなっていう話じゃないですね、元は。そう、人生勉強として子育てして、ああ大変だなってことを味わうことの面白さとか、はい、経験としてはいいですよっていう。なるほど。なんかね、子供できてはね、そう思いますよね、大変なことありますけど、勉強になりますよね。いや、子供はできないと、子供がいる気持ちとか、親の気持ちって、やっぱこればっかり絶対に想像ではわからないから、違いますよね、経験して分かることも多々あるから、それはありがいいなと思うし、あと人に別に子供いていいだろうとかね、結婚していいだろうとかは別に思わないですよね。思わないけど、ただ発見したり知らないこと知るから、そういう話をするだけになる。そうそうそう、いや、だいぶ気遣いますよね。今あえて子供作らないで選ぶ人もいるから、その人たちに対してお子さんはみたいなことは言わないようにっていう流れになってるから。あ、でもそれも聞かれましたよ。ここうちのママ友みたいな、まだできてない人に、みんな触れないようにみたいな空気が、あることに触れてっつって、触れていいんですよ、一番。そこはだから、それはありがたいね。そう、でもやっぱ関西の人だったんですけど、触れていいですよみたいな、やっぱその羽根物に触る感じの空気が、なんか特に最近僕の世代とかだと、本当に妊活が結構普通なんですよ。なんかその若くても結構子供ができにくい、そのカップルがすごいいてるから。そう、簡単にできないからね、月1しかチャンスないんだから。ちなみにこの方、追伸も書いてますよ、なんか。はい。ちなみに追伸としまして、たまたま今日会ったお友達5人を調べましたら、そのうち4人は時計でした。わら、面白い話。面白いですね。ほら。活動を応援してます、とのことです。なんで、あの、どうしよう。これ僕今日、どうしようのメール、僕今日、僕ツイッターに書いたこととほぼ同じこと書いてあるんですけど、この人とめっちゃ気合うなっていう人を、なんとなく調べたら、時計やって、最近知り合った人で。大志くんも時計ですもんね。俺時計で、めっちゃ最近知り合った人と、なんか謎に急接近というか、謎にめっちゃ仲良くなったなと思ったら、その人が時計やって、ほんで僕の、それと同じようなオーラといいますか、ちょっとなんかこの人間的にもちょっとなんか雰囲気似てるなっていう、見た目じゃんしに、っていう人、と仲良くなることが多いから、あの人誰どうなんやろなと思って、このフェイスブックとかで誕生日調べて田舎で見たら、あ、また時計や、あの人はあの人また時計やみたいな感じになって、時計の人と気合うねんなっていう。時計優しいしね。
あ、そうなんですか。時計は人とつながりを大事にするから。なんかその個性三種類で同じカテゴリーやから長くなりやすいとかなりやすいね。波長はやすいから。そうそうそう。こっちが取られたらインディアン同士。あ、そうですよね。そうそうそう。全然お互いを干渉しないっていう。ひょうひょうとあんた、僕ちゃんが近所に住んでたのに突然いなくなるみたいな。あれ言ったじゃないですか。引っ越しますとかあるじゃないですか。あれ三段のみに誘んでるんですよ。一連でやりとりはね。引っ越しますって言ったじゃないですか。明日引っ越しちゃいますみたいなあると思ったら、あれもうこっち引っ越しましたか。聞いてたけど引っ越しのトラックを見よ、引っ越しのトラックを見送ろうと思った。嘘つけ。涙ながら。テープ持ってね。後ろに空き缶つけだろうと思ったのに。反省それは。あ、結構ね。空き缶つけこなす。冷静な人人。あねね、そういうのがやっぱこの同じ。確かに僕干渉しない方かもしれないです。まあインディアンマイペースだから干渉しない。